大丈夫ですか。じゃあ次で、手の手の資金差別化戦略、まあ、弊社みたいな、中小じゃないですけど、零細企業は、大きな会社と違って、やっぱり例えば24時間365日やってますよって言っても、やっぱり全然もう話にならないという中で、生き残っていくためにどうしたらいいかということで、ちょっといろいろと考えたことなんですけども、弊社はですね、優秀なドライバーが、多数在籍しております。でそれはですね、まあ、採用の段階でですね、非常にハードルを高めに設定しております。結構この業界、ドライバーさんが入ってくれば1人に対して粗利いくらというのを計算がついちゃうので、何でもかんでも取る会社いっぱいあります。で弊社は何でもかんでも取らないで、基本的には、まあ、ある程度のハードルをクリアした方と、契約は結ばない。